お着物を何を探しとんじゃこのエロガキや。ちょっとそれ卑怯ですよ。ガキの特権をフル活用しやがって。黙って曲げを切れ。なんだ、竹とこ怖えのか。貴様、うわーいいねー、無礼でござるぞ。武士に怖いものなどない。でこんなー、やめろこにゃらー。だーでもいい。どうでもいいとはなんだ、図が高いでござるぞルフィ。知るか、なんでお前が偉かったら俺たちが変わらなきゃいけねえんだ、バーカ。も、桃之助様。うん、たっけんとこのぶってとてもねくせによ。今、ロビンとお風呂よ。はぁ、何日もお風呂に入らなかったのね。よく温まった。うん、苦しゅうない。親子じゃなかったのか。似てますけどね、エロいところが。あっちょ、あ、女。はいはい、ママちゃんおいで。あ、もう猿のやつが。よしよし、離れろ。なんなのよ。よしよし、離れっか、モモロスキちゃま、このクソガキや。おい、うわー、なんでござる、この理由、モモロスキはどこだ。そいつだよ。はっ、はー、この理由がモモロスキ。うん、よしー、どうなっているでござる。次にもうこいつももちゃんは私たちの部屋で寝ようね。なに、秘密の花園女部屋へ。最悪のガキでござる。親が親なら子も子だ。武士ってのは下心丸出しだな。本当、武士と書いてエロと読みたいほどに。ついて心外にござる。まだ数ヶ月しか経っちょらんはずぜよ。あがらたちの賑やかさに救われちゅうがやな。